先、アメリカで時速100キロで暴走する幼稚園バスがドリフト走行中に見事なトリプルアクセルを決め、回転しながら5人を殺害したとして、運転手のバスジャック・ジコルノスキー容疑者が注意されました。容疑者は大手保育園クルーが所有する幼稚園バスを無許可で窃盗し、道路に生えていた信号機を引きちぎったほか、交差点内にいた3台の車をノックアウトさせ、さらに別の交差点では時速100キロのドリフト状態からトリプルアクセルに移行しつつ交差点をやり過ごすといった高度なテクニックを披露しながら5人のドライバーを缶桶に収めたとして、車両窃盗及び見物損壊罪及び自動車運転過失致死罪の容疑で注意されました。しかし飛んでから着地するまでに何度も車体が地面に接触していたため、これをトリプルアクセルと呼ぶのはあまりにも気が早いとして日系フィギュアスケーターが反論しています。やっぱり指先であったり顔の、角度であったり、そういったものに一つ一つ気をつけて、どれだけ洗練されたものにするかっていうのはすごく気をつけて、まだまだ足りない部分がたくさんあって、自分の中では 20% もいってないなって。さらに同乗していたチャッキー容疑者、アナベル容疑者らも暴走を止めなかったとして幇助罪の疑いでしょっぴかれました。取り調べに対し、やめなよって言ったらうるせえぶち殺すぞと返された、でも叩いたらすぐ虐待って言われるしもうどうでもいいやと思ったと話しています。バスジャック容疑者は事故直後の呼気検査でおよそ 100mg ものアルコールが検知されたため、違法薬物のブルーシャークテストステロンを使用した可能性が高いとみて薬物取締法違反で逮捕されましたが、未就学児であったため責任能力はないとして自宅にそのまま返品されました。一方、取り調べの際に押収された幼稚園バッグにはサブマシンガンや複数の銃弾、現金10億円余りが入っていたとされ、警察は金融機関と連携してどのようなルートで彼がこの金を得たのかを探るとしています。取り調べに対し容疑者は、10億円は白にもらいました、あと雑魚高すぎて何も見えんかった、真犯人は自動車メーカー、何時我を釈放せよ、レスターの免罪符が低配当の呪縛を今打ち砕いた、時を置かず背面飛行チャレンジが始まる、釈放はまだか、などと年齢を盾に意気がり容疑を拒否しています。先週バイクで逆走し逮捕されたマイケル容疑者や新幹線の往来を妨害した罪で逮捕されたトレバー容疑者ら3名が、昨日正午盗んだ現金輸送車で空を飛んだままカジノ店に突っ込んだ関係でオープンが延期され、運営会社であるロックスターに市民が抗議を繰り広げています。昨日正午、ヤング街で名高いコンプトンのガソリンスタンド店に併設されるコンビニエンスストアに現金輸送車が立ち寄り、一服している最中にマイケル容疑者らに車を奪われたとして、セキュリティ会社のグルッペ6は記者会見で、監督不行き届きだ、ドライバーを殺処分すると発表しました。監視カメラの映像から、現金輸送車を奪ったマイケル被告は犯行前にスーパーに立ち寄り、移動手段として買い物カートを奪ったとみられています。数秒後、歩行者を跳ね飛ばしながら牽引トラックで現れたクリントン被告は自走可能な現金輸送車を牽引しました。この謎めいた行動について、犯罪心理学をかじったことのあるアイザイア・フリードランダー氏は次のように解説しています。マイケル氏は狡猾なクソ野郎だ、富を持ち逃げされないよう尻尾を掴んでおきたかったんだろう。数秒後、トレバー・フィリップス被告と思われる男が乗ったヘリコプターが現金輸送車を牽引する様子が記録されています。これについて申し訳程度の犯罪心理学者であるアイザイア・フリードランダー氏はこう述べています。マイケル氏は一匹狼だから反抗することを二人に知らせなかったんだろう。それを水臭いなのと勘違いしたハゲ親父が余計なおせっかいをしに来たんだろうよ。心理学のプロにかかりゃこんとコメントしたものの、彼は3日後変死体で発見されました。搭載されていたドライブレコーダーには犯人の素顔のほか謎のジェスチャーが記録されており、 CIA はエニグマに間違いないとして中指の第一人者である加藤隆さんと連携して調査を進めています。その後、一行はコンビニから1キロ進んだ地点で時速180キロで飛んできたプリウスミサイルにより撃墜されました。マイケル被告はツイッターで業務妨害で起訴しますとつぶやいたものの、裁判所に却下されました。牽引車のドライブレコーダーの映像には速度超過で逆走してきたプリウスミサイルのパイロットメシズカ・サッチミさんの姿が確認でき、メシズカさんは任意の事情聴取でアクセルが戻らなかったと話しています。事故直後、マイケル容疑者を成敗するためにやってきた仮面ライダードライブのメルセデス・ベンツ AMG GTR と日産 GTR 並みの加速で突っ込まれ帰らぬ人となりました。一方、速度超過などの疑いで逮捕されたドライブ容疑者は取り調べに対し、あれはグリップでしょ、君みたいなスローライフで生きてる人がすればマッハに感じたかもしれないね、さあ俺の乗せ子は一線をトップギアだぜ、などと意味不明な供述をしており、取り調べがまるで進まないとのことです。その後、警官が駆けつける前に共犯者のヘリコプターが現金輸送車を牽引してその場を後にしましたが、別の交差点で接続が解除されました。しかしその直後、車体の底から炎のようなものが発射され、
一瞬ですが車が宙に浮き上がる瞬間が記録されています。専門家によりますと、これはロックスター社が開発した最新式の空中移動手段スラスターのジェットパック技術と F-35 型ハイドラ戦闘機の VTOL に酷似した何かであるということです。その後監視カメラの電池が切れたため映像は途切れてしまいました。一方、プリウスの特攻により虫の息と化した死に損ないのクリントン被告も怒涛の勢いで駆けつけた救急車によってとどめを刺されました。被告を引き殺した救急隊員は医師免許、自動車免許ともに無免許でした。その後、まともな救急隊員が駆けつけ蘇生を試みましたが、不滅のサッチミーさんによって病院送りにされたということです。数時間後、ハリウッドパーク競馬場の入り口にある監視カメラが謎の飛行物体が墜落した様子を捉えていました。映像解析とは全く無縁の秋田県の漁師によれば、怖いだわ、 GTR 並みの加速で空どこ飛ぶ飛び上にしか見えねえとのことです。ロスサントス市警によれば、クリントン被告は現在死体安置所に保管されており、トレバー被告は依然逃走中とのことですが、マイケル被告に関しては完全に消息不明とのことです。近所にお住まいの方は彼を見かけても絶対に近寄らず安全な場所に避難してください。現役兵士の方も発砲とかせずに、あの一般のなんていうかその辺のね、あの警官にお任せください。その方が安全です。動画を視聴したため重心レイオが発生しました。直ちにやろうか。チャンネル登録をしてください。すでにチャンネル登録をされているあなた、なんとかかんとかしてどうにかしてください。